空き家が多いという状況ではありますが、何を推進すべきと思いますか。都民の高齢化や生活状況の変化、遺産相続の問題が未解決になっていたり、あるいは無接道敷地の問題などから、いわゆる空き家問題が続出しております。これは新たなる都市問題であると私は認識しています。借地権制度にも問題がありますが、まず空き家が生まれる原因を克明につかんで、所有者などとも連絡を取りながら状況に応じた対応を取ることが必要です。住み続けられるようにするための施策や個別の解決策を講じる必要があると考えております。